水戸市内20の小学校では今年も2706名の新しい友達を迎えました。みんな緊張した面持ちでお父さんお母さんに手を引かれて学校へやってきました。教育委員会では重点施策として一人一人の能力開発ということに力を入れています。理解を助け実証的に学習し思考力を伸ばすための視聴覚教具の利用、教材教具を利用しての実験や観察、歌を歌うこと、楽器を演奏すること、旋律を作ることなどの経験を通して日常生活に潤いと豊かさをもたらし情操を高める音楽教育、個性に合わせてさまざまな方法が用いられています。個性を伸ばすのは教科の学習だけではありません。先生と児童生徒の人間的接触を基盤として児童生徒自身の自主的自発的な行為に基づいてクラブ活動は運営されていくのです。望ましい集団活動を通して豊かな充実した学校生活を経験し人格の調和を図り健全な社会生活ができる力を養います。クラブ活動の役割は今や学校の授業において重要な意味を持つようになってきました。三の丸小学校ではともすれば忘れられがちな郷土の伝統的な教育を受け継ぐべく毎月1回行動館学習を行います。市内30の小中学校ではそろって水戸共学精神の実践化、水戸の歴史的素材を肌に感じ学ぶ学習を実施しています。これによって風格ある人間、水戸人の形成に努めているのです。教育には落ち着いた美しい環境が大切です。児童生徒の急増により、老朽の木造校舎は改築され、新しい近代的な鉄筋校舎がどんどん建設されています。水戸市では特に学校プールの建設に力を入れ、昭和45年度は小学校9校、中学校5校に建設中で、これが完成を見れば全小中学校にプールが設置されることになります。水戸市の全予算の 16.9% にあたるおよそ8億8000万円が教育費に繰り込まれています。これは
22,000余名の児童生徒1人当たりおよそ4万円に相当する額となります。社会教育と社会福祉のセンターとして昭和43年5月に竣工したこの建物は、各種大会や講座、研修、会議などに年間11万人余りの市民に利用されています。また社会センターの2階は勤労青少年ホームになっており、市内の中小企業に働く25歳未満の青少年の楽しい憩いと共用の場として開放されています。毎日夕方になると仕事を終えた若者たちが3355ホームに集まってきます。歌い、学び、そして語り合う。そこからまた明日への新しい活力が生み出されるのです。住みよい地域づくりの拠点として独立文館が宮西と上水戸に開設されました。水戸市には現在12の公民館施設があり、昭和45年度は桜川と緑丘に建設されることになりました。健全なる精神は健全なる肉体に宿る。明るく健康な家庭こそ子どもたちにとって最も大切な環境です。ママさんたちはバレーボールを通じて明るく健康な家庭づくりに、今日も仕事や家事の合間を縫って集まり練習に励んでいます。市民の健康と体力づくりのため、昭和44年度から2カ年にわたり建設が進められていた市民プールがついに完成しました。このプールは50メートル競泳プールをはじめ、子どもプール、飛び込みプールなど6種類もあり、一箇所にこれだけの設備を兼ね備えているところは世界にも類を見ることができません。昭和49年にはこのプールで国民体育大会、夏季大会が開かれます。続ける水戸市は未来に向かって今大きく羽ばたこうとしているのです。